過去3回発売いたしまして、毎回させていただきました。刺すような眼差しの中で、次の試合絶対勝とうと、サッカーやってる場合じゃない、勝つなと、そんな挨拶ばっかりしてたような気がしますけども、次のラストゲームは、選手たちに全てを忘れて、彼らが一番やりたい、やりたがってる、サッカーで勝ちに行き、そして来年、そのサッカーで勝負に出たいというふうに思いますので、これからも皆さんのご支援、ご声援、よろしくお願い申し上げまして、挨拶をさせていただきます。続きまして、清水エスパルス監督ヤン・ヨンソンよりご挨拶させていただきます。まずは古巣のヴィッセル神戸のファンの方々、こういうところまで来てくれてありがとうございます。皆さん、後ろ札を上げていただいて、act in the way we did today. I'm so proud of the players, the way they did it until the final end. このシーズン、たくさん皆さん、オレンジのシャツを着て応援に詰めかけてくださいました。ありがとうございました。今日は私たちにとって非常に特別な日でした。また辛い悲しい日もありました。試合に臨む前に選手たちに伝えました。今日は一丸になってしっかり戦っていこう、皆様に対していい内容のあるパフォーマンスの仕様を見せようと努力しました。どの試合も毎試合勝つことはできません。負けの時もあります。でもレフリーに対して、相手選手に対して正々堂々と敬意を払って、自分たちの女性を見せるということが非常に大事、大事だと思います。で、皆さんも今日見ていただいたと思います。選手たちは非常に正々堂々と戦いました。ありがとうございました。From the first day, Kashima come here.You were here because it was invited, and I think we have sold out 5 or 6 home games. You have been great for the team. The team out here, I think, have given you energy. You have given energy back. So the chemical between you, it's a great stadium, and it's nice and tight, and the players are acting well against the opponents, well against you, and really not what they have deserved. And really, they try to dig in extra for you or Mochiro.
吸ミスはもう、まず開幕戦でもそうでした、たくさんの方が来ていただいて、今日の試合もたくさんの方が来ていただいた、早い段階でチケットを販売しました。自分たちができるのは正々堂々と戦う気持ちを見せて臨むということが非常に大切な試合でした。久米さんも必ず天国で私たちを来てくれてて、その気持ちは分かってくれたと思います。One more game, when you come to Nagasaki, you have also been great when you have been traveling away, so we have had a great atmosphere also in the orange corner on the home side. Home here has been incredible. Thank you. 本当にありがとうございました。クリシスです。お疲れ様でした。私たちも皆様に何かを返せるようにと思ってこの1年戦ってきました。まだ1試合残ってます。たくさんの方々が私たちと一緒に長崎に行ってもらって、最後までこのシーズンを戦い抜きたいと思います。よろしくお願いします。本当に1年ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、清水エスパルス選手を代表してキャプテン竹内涼よりご挨拶させていただきます。僕たちがこのピッチでサッカーできるのも、ここにいる皆さん、またエスパルスをさまざまな面でサポートしてくれている皆さんのおかげです。本当に感謝してます。ありがとうございます。来シーズン、今年得た自信を持って、自分たちでおごることなく、上に、一つでも上に、皆さんと一緒に行きたいです。来シーズンも熱く一緒に戦いましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。兵頭元英選手引退セレモニー。ただいまより今シーズンをもちまして現役を引退します。兵頭元英選手引退セレモニーを行います。
京都は木田選手、ファン、サポーターの皆さんへ挨拶を頂戴したいと思います。京都選手、お願いします。たくさん集まっていただきありがとうございます。怪我人が出たり、ちょっと激しい試合になってしまいましたけど、皆さんの応援が力になり、なんとか引き分けに持ち込むことができました。あと1試合残ってます。必ず勝って終わりたいと思いますので、長崎戦も応援よろしくお願いします。そしてチーム関係者の皆様、今日この場を設けていただき感謝しています。ありがとうございます。私はサッカーを通じてたくさんのことを学び、たくさんの人と出会い、最高の思い出を作ることができました。このサッカーに出会わせてくれ、小さい時から応援サポートしてくれた両親、兄に感謝しています。また常に近くで寄り添ってくれ、どんな状況でも共に戦ってくれた家族、本当にありがとうございます。私はたくさんのクラブにお世話になりました。そこで過ごした時間、素晴らしい仲間とプレーしたこと、素敵な出会い、交流、すべてが宝物で最高の思い出です。各クラブのスポンサーの皆様、チーム関係者の皆様、チームメイト、ファン、サポーター、友人たち、本当にありがとうございました。7年間在籍した清水エスパルスで今引退をすることができ、本当に幸せです。自分の意思でチームを離れて今年戻してくれたチーム関係者の皆様、感謝しています。特に久米さん、あなたの力が、存在が大きかったです。本当にありがとうございました。プロの基盤をこのクラブで作らせてもらったから、ここまで長くプレーすることができました。今年戻ってきて、素晴らしいスタッフと最高の仲間たちと仕事ができる特別な1年になりました。このスタジアムで戦う雰囲気、景色、大好きです。皆さんの応援、自分のチャンスが大好きです。勝ち残りが大好きです。そして皆さんが大好きです。たくさんの人に出会い、
たくさんの人に支えられた現役生活でした。自分の戦いは今年で終わりますが、エスパルスの戦いは来年も続きます。皆さんの力が必要です。さらなるエスパルスの発展、サッカー界の発展を期待しています。そして皆さんの今後の幸せを願っています。14年間ありがとうございました。ロド選手ありがとうございました。ではここで京都選手、本当にありがとうございました。さあ、それではあなたが好きな愛されラストトークまいりましょう。背番号15、ミッドフィルダー、レフティの挑戦に走れ、アンタディスタ、ショートの明けろ。京都選手、お疲れ様でした。今回の活躍、期待しています。なんであんなロックさんですから。
キーパーだと背が高い。それでは、猫子供たちは